メイクを直している。ごめんの配信遅くなって、なんか私 SNS ツイッターに時間がかかる人で、文章どうしようみたいな、結局なんかあっさりした文章の、何にそんな時間かかったみたいな文章のやつをツイートしました。お疲れ様でした。あ、コメント出しちゃった。さすがにね、疲れたね。さすがにね、さすがにロボットじゃないもんね。明日も仕事なので頑張ります。あ、間違えた。なんかいろいろあったなんかなんだろう、何があったかってなんか言われたらなんかすぐ出ないんだけど、もういろいろありました。あのもちろん内容的にも、そう、あのね、もしかしたら全部来たよっていう人と、全部来たよって人と全部配信見てたよっていう人はね、わかるかもしれないですけど、思い出せてよかったが間違えた。思い出せる恋をして、なんか夜公演の2部、2部の夜公演はなんかシングルを2チームに分かれて披露してたの。それで私思い出せる恋をしよう担当だったんだけど、その思い出せる恋をしようのメンバーはリクアは1部もうやってて、もうリクアも1部もそしてにあの2部をもこうやってね、全部構成が違くて一部は、あ、リクアワはなんか端に避けて、端で一期一番が終わったら、そう、一番が終わったらリクアワ、一番が終わったら端に避けて、やっと夢が叶ったと思ったのに、で二期と交代して本来の位置に戻ってくるってやつで、で今日の昼はあの端で踊るんじゃなくて階段を登っていくみたいな、階段を登っていくって言って、で2部はあのサビ位置も変わってるし構成も変わってるし、で2期生の振り付けもやって、初めて2期生の振り付けをやって、2チームに分かれてるから、思い出せる恋をしようじゃないメンバーがよかったって言ってた。あかりんとかひなちゃんがやったって言っててそう、でもあの2期の振り付け可愛かったから、そういいんですけど、やりたかったから、あのリコチとかの歌あれのなんか電車みたいな振り付けだったから、そこやりたいと思ってたからより良かったんだけど、大変だったね、ちょっと頭がパニックだったけど全然間違えませんでした。いや、なんかみんな頑張ったよマジで。なんか誰が MVP とかではなくて、みんなが MVP、 本当にみんなが最高、 STU みんなが最高です。みんなが最高、みんなが、そう同じ曲で振り違い立ち位置も違う、でも頑張った。独り言とかもね、独り言も風を待つも、あの2日間あって構成立ち位置違くてそう、MVP の中で、めっちゃ MVP の中で見に輝いた。ほんと？よかった。夜公演はもう私カミカミすぎて、なんか私夜親が来てたんですけど、親がいる公演絶対噛むんですよね。なんか気負ってるのかもしれない、親にいいとこ見せないとって今までなんか生誕祭とか、そう、全部親がいたら噛むんですよしかも結構オープニングで見つけてしまったがゆえに、オープニングで見つけてしまったがゆえに、あーいるわと思ってなんか黄色と白のペンライトお姉ちゃん振ってると思ってそう、なんか親がいる声絶対噛む。あの私の千人別に大々的に話したいわけではないんだけど、あのうちうちに秘めるのも寂しいから千人未満であの言うやつ
あって千人未あギフトいっぱいありがとう。千人未満が千人未満の今言うやつがあって、そう私今日ね夜2部夜公演ね、3期生ちゃんが昼でお披露目されて、で2部で会いたかった初めて14人でパフォーマンス、14人だけでパフォーマンスはチーローだった。その後にみちと一緒に MC 出たんですけど、そうもしかして思ってる人がいたら私喋るとこなんもなかったんですよなんか台本もらった時に今村石田美って書いてるんだけど、今村しか喋るところがなくて、私いりますっていう話をずっとしてたの。台本もらった時に私いりますって言ったら、あの南にはなんかあの裏回しをしてほしいって言われて、あの直前で変わったんだけど、本当は一人一問一答する予定だったの。そう一人一問一答をする予定で、そう南それ担当だったんね。そうでも本当に3期が会いたかったしてる時に演出家の人が降りてきて、なしでみたいな、そうもうあの多分間延びしちゃうからみたいな、そう一人一人やっちゃってあれだから、もう全員ポン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 言って一言言って終わりでみたいな言われて、私のもう私昨日の夜ずっと誰に何を聞くかってずっと考えててもうすごいね、見てほしい。なんかそうなんかみち私みち私みたいなの聞くから、その7人自分が聞く担当でこうやってメモってさ、そうメモって頑張って書いたのに全部なかったそうなんかもう喋るとこないと思ってでなんか変に話に入っちゃうと、もうずっと急ランプっていうもう準備 OK ですっていうランプついてるから、みちが多分閉めたいと思うから、あんまりなんか入ってもやだあれだなと思って、なんかずっとガヤ担当みたいになっててそうでなんかでもあのみちにいてよかったって言われた一つのことがあって、なんかみちがなんか3期の MC に出る前に、3期の MC のとこでカメ子がちょうど終わるって決め事があって、みちがずっと着替えながら、私この時なんかカメ子終わるっていうの忘れそうってずっと言ってて、まあ、一応みんなにもそれ覚えとくわって言って、実は忘れてたの。だからカメ子って言って、あじゃあカメ子の皆さんみたいな感じだったから、そうなんかみちゅになんかカメ子を教えるためにいたみたいだねって言われてそうだからその一応なんかあのなんだろう必要はあった一応なんか仕事はあったそうだから本当に、でも本当にね、長谷川ノアちゃんっていう子はね、そうちょっとあの昼でちょっと苦節用自己紹介してたから、それを掘っていこうとか考えたりとか、北沢いちごちゃんって子が会いたかったのあおり行くぞってやってたから緊張したとかもめちゃめちゃ書いてあるの。森末ひめなちゃんは STU をずっと好きでいてくれてたが、 STU で披露した曲は何ですかずっと書いてるの使われなかったから悔しいっていうかチェッと思って、だからなんかマネージャーさんとかがまた3期とね一緒にお仕事するときに、あの使いなさいって、そのメモは消しちゃダメだよって、はいってそれしっかりなんかリハの時の写真で、あのちょっとなんていうのゼッケンが髪の毛で隠れてる、こうやって自分の名前書いて誰がどこに立ってるかとかもちゃんとやってたんだけどそう私だからあの多分誰よりもあの14人全員言える誰よりも早くそうあの TikTok 見てな何々県ねとか考えながらやってたからそう長谷川ノアちゃんにはそのなんかノアミョンワールドになんか連れて行きますみたいなこと言ってたから、ノアミョンワールドどこにあるのって聞くよって言って、でもいきなりね言われたら困るかなと思ったから、ちゃんとエンジン前にノアミョンワールドどこにあるって聞いていいって言ってそうどこにあるか聞いていいって大丈夫ですって言ってくれて、でなんかちゃんと裏回しをしてあんなんていきなり言ったら困っちゃうかなと思って、そうでもうんあの直前になってそう全部なしでって言って、それはもう三木ちゃんにも一言なしでっていうあのちゃんと伝わってて、あの今から伝えますみたいな、そうだから昨日聞く出る時間全然なんか
正直ほぼほぼ初対面みたいな感じだからさ、でもその子がなんか緊張したとかだけじゃなくてその子の魅力が伝わる質問したくて、だからもうずっと昨日考えててそうどこにあるかは聞いてないんですよ。そうだからどこかで聞きたいですね。そう、なんか上島ゆいかちゃんはなんか TikTok で可愛いウインクをしてたから、なんかもしあの話してみてなんかちょっと緊張なあーってなってたらいっぱいレスできたって聞こうと思って、でなんか結構もう楽しいみたいな感じだったらウインクしてよみたいなやっていう流れに持っていこうかなとかめっちゃね自分の中で考えてたんだけど結局なくなって、でもともと MC 台本に私の喋るとこがなかったからもう本当に喋るものがなくてどうしようみたいな、可愛いしか言ってないマイクを通して可愛いしか言ってなくて他の7人あのそれこそあの井出かなうちゃんとかは名前の通りね、なんかその TikTok に叶えたいことも書いてそれとは別にまたありますかとか、あの奥田結菜ちゃんが岐阜県だからこれ私の担当の7人じゃなかったんだけど未知の担当だったけど岐阜弁で一言なんか初めてね ST に岐阜の子が入ってくれるから岐阜弁で一言とかちょっと考えちゃった。そうめっちゃ事前リサーチしたこのなんか自分のなんかこういう自分の事前復習をしっかりするのはみなみちゃんのいいとこだと思うから、でもおかげでみんなのことしっかり覚えたし、どんな子かはまだね今からしていくけど、あの基本情報しっかりみんなの岐阜ちゃん可愛いよね、おお珍しいねそんなこと言うの私に、私は何も言いませんそれはあのわざとイエーって言ってなんかでもねさっきちゃん全員ね可愛い。そう今後の3期生とこのメモはだから消さないこのメモは消さないです。そう浜田響ちゃんは長崎県だからどういうきっかけで ST をしてくれたのとか、で曽川咲ちゃんとかはすごいね、なんか私一番最初に喋った3期生が曽川咲ちゃんで偶然会って、そうでなんかなんだろう3期生ってまだ緊張してるからちょっとパッタリ会ったあお疲れ様ですっていうのでパパパパってなっちゃうんだけど、曽川咲ちゃんだけあ曽川咲ですみたいな石田みなみですみたいな挨拶があったんですよ、リハの時に、そのリハーサル室でじゃないとこだって、だからその時からもすごいハキハキしてる子だなってすごい思って、なんだらなんかあのマネージャーさんがすごいなんかねすごいなんだろう変わらない緊張をあんまりなんかしてない感じがしてすごいなんか堂々としてるってマネージャーさんが言ってて、だからひみきちゃんにはあひみちゃんじゃない曽川咲ちゃんにはなんか緊張あ大舞台強いのみたいななんかやってたみたいなことを聞こうかなとか考えてた。そう井出かなおちゃんは好きな食べ物富士山頂何それってなんかそうなんかめっちゃ勉強してたんだけど、まあダメでもねコンサート押してみんなが帰れなくなっちゃいけないから、ねえでも本当に喋るとこなくてあーと思ってなんかそれがあったから基本台本に喋るとこなくてもそれ別で喋るからと思ってたんだけど、それをなくそうとなったらもうおいしいいるからと思いながらおいしいいるからと思いながら、なんかこれみんなにみーちゃん何もしてないと思われてんだろうなと思ってみーちゃん一言も喋ってないじゃん思われてんだろうなと思ってなんかもう私ただもうガヤ芸人みたいな
かえかポーズなんでもいいやーとかあっちだよーみたいなガイドさんほぼガイドさんだった。そう次はあっちみたいな。そう本当絵的にはなんていうか本当じゃあよかった。でもこの質問ボックスは大事に大事に育てるというか今後もねなんていうの追加情報があったら書いていくぐらいね。はあ、お昼も大丈夫だった。何の話だ。でもね私はあの人見知りだからあの喋れない。そう長谷川のあちゃんだっけあのノアミオワールドってどこにあるか聞いていいってだけ聞いた。人見知りだから それだけ唯一喋った唯一喋ったいつか身になるはず。そうだから別にそれを大々的になんか知らしなんか伝えてっていうことは一切思ってなくて逆になんか切なくなるから誰にももう公開してるとは伝えないでほしいんだけどでもみんなの中でみーちゃんの頑張りを称えてて3時ぐらいまで考えよったんでいろんな確認もしてただけどね全てのパフォーマンスあの立ち位置番号とかそういうのも確認しつつ全てが終わったのが3時だった。お話し会受付中なのでその話す機会がないってコメントがあったので実は受付中なのでいつでもお待ちしてそうそうサンキちゃんにもこの先輩のモロさんって思われてるかなと思ってあ実はこれ5周年の間違えた6周年のアンコール T シャツこれを見せたいがために寒くても半袖イエーイ。イエーイイエーイかわいい。なんかこれさすごいジャケ写みたいじゃない。ジャケットでアルバム出るんかなと思ったもんねこのジャケットで なんかアルバム発表ないかなちょっと思ったけど合わなかった合わなかった結構デザインなんか複雑というかちょっとなんかシンプルではないよね難しいよねちょっとあざとうのプンプンマジでもうやんないお話し会ではねやるかもしれないけどあのそれはあの宣伝したいからっていうわけではなくて閉鎖的な場だった逆に、うん、公開はもう公演とかでもなんかダンスの先生あのそれこそあのニューウェブプロジェクトの場あの 2.5 期生も今日からね 2.5 期生になったんだけどニューウェブプロジェクトの4人がそれを見てた方分かると思うんですけど梅先生っていう先生がいるんですけどそのなんか昨日のリクアワのリハであざとメンバーみたいな MC がそれに選ばれてその MC のなんかリハやってたらなんかそのすごいメンツだねみたいな感じで梅先生が言ってきて私ネットワークですよねみたいなこと梅先生言ったよ。いやいやいやみたいなみーちゃんはあれだよねみたい なんかやんないやんないって言ってやらされるよねいつもみたいなそうでもその流れが面白いよって言われてあざとう立候補じゃないですよあのスペシャポ会員の方がね投票したんです私に
見たい、あざとは見たいの誰ですかって、誰がいるんでしょうこの中に、みーちゃんって書いた人が離婚なわけないでしょうそう、そうで、それこそ最近のね花だれ公演もね、最近の花だれ公演、地方の生誕祭のが夜の時が日の時の昼昼公演もみんなに誰かにキャッチ、あの舞鶴をやらせようと思って流れに振ってったら、あの盛大にメンバーに裏切られて、みーなーみーみたいななんかコールされて、そのファンの人もなんか一致して、なんかその時もキャッチ打ってて、ね、舞鶴させられてそう、そう、なんかそういうなんか自分からやろうやろうってしてはしてる、したことはないのにやってるよ、なんかやらされてるよねみたいな梅先生に言われました。確かにみたいな、あれはあの流れ最初から見、私は本当にあの後ジャンケンする予定だって。じゃあなんか話がちょっとふわっとしてたから、 MC がね、 MC 自体がなんかなんだ共通点を探すみたいな、クマが好きみたいな、なんかすごい可愛くてすごい面白かったよ、その話の仕方も普通に面白かったけど、なんかなんだろう、全員の共通点を探すみたいな MC だったから、私の直前でその誰かと誰かみたいな感じだから、全員の共通点でやると、でちょっとなんだろう、空気がふわっとしてるから締めようと思って、ね、あのネタ枠としてやったよね。でじゃんけんだーって、じゃんけん大会だーって、おーおーじゃんけんぽいってやろうとしてたの。じゃん、私あの即席でじゃんけん大会をね MC で開こうとしてたのよ。そう、そのにあの石田千穂がね、言ったってことはやるってことよねみたいなこと言ったんよそう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 、言ったってことはそう、やる、なんか やるってことですよね。アドとセリフ募集してたけどメンバーまで、え、私スタッフさんに聞いたよ、あの募集なんか名前が多かったって、名前が多かった人がって言って聞いたのか、多分そうだと。そう、でも絶対千穂がその MC にいなかったら絶対じゃんけんだ。だってあれだよ、アンナとかサコちゃんとかだよちいちゃん一輝がいたからだよ、ちいちゃんがダメとかで一輝がいたからだよ、絶対一輝ドラさん、イドラ一輝ドラさんも全員ダメだ、全員ダメ、一輝ドラさんがいたら絶対もう返されるけど、多分二輝だけだったら多分、ね、じゃんけんできたよ私はあのアンナとかサコちゃんのやつが見たかったのそう、全然終電関係ないしてるけど、私は本当に個人的にあの自分がキャッチアイズしたいとか本当にゼロで、なんか本当にこのメンバーのキャッチアイズみたいな萌え台詞してるイメージがつかなくて、さこちゃんのとかめっちゃ見たいなみたいな。正直なんか萌え台詞って毎回するメンバー一緒じゃん、でも意外なとこが見たいなと思って、そうさこちゃんとアンナとか見たかったのよ。そうだから、でもなんかやってっていうのは買えそうだなと思ったから、運に手を、運に任せようと思って、まあ、それで自分が負けたらもやろうと思ってたけど、めっちゃ早口だね、びっくりしたそうよ、もうかませ犬だよ、かませ犬マジで、そのリクアオのねやつも今日アフタートークもね、なんかあの自分なんか自分からいじられに行っちゃったけど、あれはそうそう、私のファンはナイスと思うだろうね、だって私のファンだもん、見たい、見てくる、それはさ、私のファンの方がいやみーちゃんの萌え台詞はもうええわっていうのはもうもはやファンだよねってなっちゃうじゃん悲しいと、私はあのね、こんなことみんなに言っていいか分かんないけど、私自分のファンの方にはぜひ盲目的な愛を注いでほしいから、盲目でいてと思うから、そんなあのみーちゃんトゲトゲっていうのそうじゃなくて、お姉ちゃんみーちゃんであれば何でもいいよみたいな感じでいてほしいからさ、萌え台詞、萌え台詞みーはたみーちゃんかよみたいな、私のファンの方が思ってたらなんでってなるそうそうそう、個人的に今日顔面がね漏れなかった、可愛かったですか今日、昨日の方が可愛かったんですいや半袖だけど、あの6周年 T でも全然見えてないから意味ないんだけどね、なんでこんな見えんかね、6周年 T を見せたいから、あ頑張ってもだけ見えないじゃん。
当可愛かったですか？なんか昨日と同じメイクをしたはずなのにうまくいかなくて。アンナにさ、今日なんか結構あの9枚目のカップリングとか披露する場があったからさ、全部どれにも入ってなかったから結構空きがあったのですよ。その座ってたのね、ずっと体育座りで、アンナがちょこちょこちょこってきて、ちょこんって座ってどうしたみたいな話したら、あの言いたいことがあってみたいな、うんみたいな、あの昨日のリクアワの片思いの入り口あるじゃないですかみたいな、うんうんそうだねみたいな、あの結構コンサートの合間だったから、リクアワってなんだろうと思って、でまあ時間はあったから話してて、なんでなんか画面で見てたんですけどみたいな、その自分まだ片思いの入り口出ないから、その画面で見てたんですけど、南さん朝ドラ女優みたいでしたって、朝ドラみたいでしたって言われて、何がみたいな、どういうことみたいな、いやそうなんかすごい良かったですって、絶対言おうと思ってたので今言いました、ありがとうみたいな、嬉しかった。ストレートをねちょっとあの折り面ではなかったから、あの折り面により忠実にね、あの入らせてもらう、そうそう可愛かった。でも私多分あの私って、あの私のファンの方はなんかああねと思う方もいるかもしれないんですけど、私って結構仲が縮まるのが結構ゆっくりのタイプなんですね。今結構ニキセイちゃんとかも仲いい子めっちゃいるけど、それも結構1年は経ってた、そうサラピとかヤンヤンとかもなんか本当に自分からあんまくいけなくて、それはなんか自分なんかファンの方は私を好いてくれてるから、なんか私のことを好きな人がいるのに自分はあんまり好きじゃないとか卑下しないっていうなんか思いがあるから、あんまなんか出さないようにするけど、根が自信がない人だから、なんか私なんかに喋りかけられても嬉しくないんだろうなみたいな、なんか思っちゃう部分がちょっとあるのね。その後輩ちゃんとかはそうなんかなんだろう、絶対卑下しちゃいけないんだけど、だからなんかあんま話しかけれない人なんだけど、まあ1年は絶対かかっちゃう人なんですよ。で今回のコンサートを経てもうくるくると仲良くなったと思います。だって私なんか浩平ちゃんと仲良くなりたいというよりかは、まあ、仲良くなりたいはもちろん合ってるんだけど、頼ってほしいなんかそのと思う人なんですね。なんか支えてあげたいみたいな。で私はそのノアピとかはクイクイクイだから毎あのこの2日間ずっと写真一緒に撮ってるし、エンジンもタタタタって隣に来て私の手ギュって掴んでくれたりとかも来てくれるから、ノアピはまた1年経たずに結構あれだったけど、そのくるくるが今回のコンサートを経てね、なんか立ち位置が近かったりと か, なんか話とか聞いてて、でなんかリハとかでねなんかあったこととかを本番でこう話したりとかしてる時に、くるくるからね私の腕をねキュッて掴んでね私の肩にねコテンってしてくれたの。私ノームスやのあの独り言で語るくらい思い出せる声をしてたかな。今日の夜の待機あの出番前にこう待機してる時に頑張ろうねみたいなことやってたよ。そのなんかならなんかいきなり来てこうやってなんかすごい私の方やばいけど、こうやってあの仲良くなれたのではと思って嬉しかった。そうこれってなんか頼ってくれてるのでは。これってこれからあの先輩としてくるちゃんのことを支えれる一人の先輩としてできるのではと思って。そうっていう。でさんきちゃんは。サンキちゃんもめちゃくちゃ私はすごい可愛いと思ってて、仲良くなりたい喋りたい写真撮りたいっていう願望だけはあるんだけど、いけない人なので時間がかかるかもしれないんですけど頑張ります。本当にどうやってみんないけるので、なんかそういけないんです。これはいけないとかじゃなくて、いけないわと思うかもしれないですけど ね多分同じような性格の方はね、そう無理なんですよね。なんかそう
行って困なんか後輩ちゃんがそんななんていうのマイナスなことを考える子たちじゃないっていうの分かってるのに嫌なんじゃないかなとか、なんかくるくるくるってなんかそっちの方向ばっか考えちゃって、そうそう、だから私月日が経つとなんか月日どころか年が経つとすごい頼ってくれる後輩がいるっていう、ヤンヤンとかさ特にめちゃくちゃ頼ってくれるのはすごい伝わってくるから、話したいからご飯行きましょうみたいな普通に言ってくれるから、あいいよみたいなそうニコチとかもなんか本当になんかあった時に連絡くれたりとか、そう少しずつ少しずつかもしれませんが、でも喋りたいなっていうサンキちゃんはいっぱいいるから、それこそ前14名全員だけどね、そうなんか14人全員だけどこの話この話題で話したいなとかあるからさ、今回情報収集っていうかね、あの MC で話すあと慌てたがゆえにね あるのでそうだからもう自分のペースでって吸って吐いてって他の人と比べないでだよだからね頑張る、え今日頑張って顔知らないみーちゃんファンに声かけた、あーすごーい、それはすごい、私もそれ結構勇気いる人だから頑張ったね、すごいよ。でも私あの他のメンバーのファンの方からあのみーちゃんのファンの方は本当にいい人って他のメンバーの方が他のメンバーのファンの方に言われるのがすごい嬉しいの。そう別に私は他のメンバーになったことがないから他のメンバーのファンの方とかを知らないから、知らないからこそ比べようも何もない、私は分かんないんだけど、そうなんか違うメンバーのことを推してて最近みーちゃん気になってますみたいな方が来てくれて、なんかみんな優しいねみたいな感じになんか言ってくれるでしょって返す、そう謙遜も何もない、事実、え本当にそうなの、握手会自体からお私のなんかねファンの方のなんかなんていうの神様しかいないんじゃないかみたいなえ私のファンの方人見知り多いと思う、一緒だよね、似るよね似るけど、あの私のファンの方って人見知りか、あの私のように人見知りか、全くそんなことねえぜのなんか言い方悪いかもしれないけど100ゼロなんですよねマジで本当にね、そう100ゼロ、なんか別にあの似てる人たちがゼロって別にマイナスに意味じゃなくてね、本当になんか本当にどっちかなんですよそうねそうなの、でも私も人見知りだから別になんかみんなにそんななんだろう、あの愛人見知りです、あなたは絶対違う、あなたは絶対違います、あなたは100の人です、はい人見知りです、絶対100の人そうで、その100の人があの率先っていうかバーって言ってくれたらみんなもわーみたいな、そうみんなね話するとねすごいねいい方しかいないからね、一緒だね似てるな来てくれるのいいけどこっちから行くの似てる、わかるねえ60年の話何もしてないあれチャンガラとかで出たサイン本は無事推しの人に、おすごい、それもすごい頑張りましたね、そうどっちに思われてるかが気になる、私との対応しか見たことないからあれだけど100の人だと思ってますけど違いますかねこっちの人で、私もこっちの人だから、私はこっちの人との仲間ゼロです、仲間だと思ってますで本当にそうでも
だから、ね、あの今から言うことをあの私はみんなをなんて言うのかな、これ伝え方間違えたら、ね、傷つけちゃうかもしれない、傷つけたいわけではなくて、あの知ってるからこそわかると思ったんだけど、例えば今日のコンサートとかで写真を撮カメコタイムがあって、そうなんかあかりんがなんかおしめあのかメンバーに可愛いって言ったら、あのメンバーはもっと口角が上がって可愛くなりますよみたいな時に、もういたらとこで丸々可愛いよ丸々可愛いよ丸々が一番可愛いよみたいなバーってなったんですけど、私はあ絶対私のファンの人言えばと思って言えばっていうのはマイナスの意味じゃなくて、私も言えないから、あで、まあ、みんなのことを知ってるがゆえ実際みーちゃんってどっからも聞こえてこなくてで本当にこれはあの今日来てくださった方に攻撃とか傷つきたいって本心はあの気持ちは一切ないから、そこは勘違いしないでほしい私はあのこの流れになった時にあのそんななんていうの未来が見えててやっぱりと思ってそう言ったらもちろん嬉しい子は嬉しいよ、そりゃ嬉しくないことはないですよもちろん。可愛いは言ったけどみーちゃんは言ったらみーちゃんって言いなさい可愛いって、それは誰に対してってなるでしょそうあなたわしすぐあなたは言える人だね、現場に来た際は頼みね言ってください、ね、言ってたけど一人で飽きましたね。いなみちゃん昨日目があったねツイートしてたでしょ、俺って分かってないんだろうなみたいな、刺さって言う人がまさか俺だと思ってないんだろうなみたいな見たそうコールしろみたいなめっちゃ見てきた。違うね、別にこれなんかこれなんかツイート見たって言ったらみーちゃんめっちゃツイッター掘るやんと思うかもしれんやん、知るかもしれないですけど、最近のツイッターのおすすめ機能でさ、フォローしてない方のおすすめ流れてくるじゃん、めっちゃファンの方のツイート流れてくるのあの本当になんでだろうってぐらい私のファンの方じゃない方のファンの方のツイートとかめっちゃ流れてくるね。そうなんでだろうね、だからなんか私は普通に自分のアカウントでなんか STU カメコとかも見るだからツイート見るじゃないですか、ならなんかコンサート後は何々推しで集まったみたいなツイートが流れてきて、で私の推しじゃない私のファンの方じゃないんだけど、あそうなんだみたいな集まってるんだみたいな、ね、みんななのかな分かんないんだけど、待ってあと7分で今日終わるとか無理かもしれん、そうそうそう、本当におすすめがなんかおすすめがなんか全然だからびっくりするんだよね、なんかあれ私間違えてファンの方フォローしたかなと思って、そうだけど普通に何かおすすめで流れてくる関連の出る、あ STU の STU ってハッシュタグ STU とかやってるから STU 関連のやつが回ってくるか、そういうことか、そうだからね、なんかえみーちゃんこれみーちゃんのなんかタグつけて誰のにみたいな、なんで嫉妬みたいな時は基本おすすめから流れてくるそう釣られたら困るんだおすすめあれ、どういう嘘情報みたいなのに釣られるってことまあね今の世の中何が真実か分かりませんからね、お疲れ様、全然他のメンバーに分かった上でそう返してるんだよわ怖いや分かった上でそう返してるんですよ、でもなんか糸のまま汲み取るのも尺じゃないですかガクブルブル兄ちゃんね実はそんなにおバカじゃないんですよ、でも普段そういうこと言う人じゃないのにそんなコメントしてくるってことはみーちゃんに対して何か嫌なことがあったのかなと思っちゃう
安心感半端ないかな。怖いこと話してて変な声が出た。やばいよね、なんかみんなのことをなんか友達かなんかだと思ってるから、テレビ電話みたいな危ない危ない。でもまああれですよ、あれですよ、全然あのそういう予告とかでもなんでもないですけど、あ、66分ありがとうございます。ユミコが言ってたね、あのなんだっけなんだっけ、 いつまでもいると思うな同期っていう意気全部熱ですね。でもまあそれは暴論ですけどね。ということで断じてみたいと思います。リアルタイムランキングものでその間コメント読めないです。いきます。13位ウェプラックさんパチパチ、12位タナさんパチパチ、11位リョーニャさんパチパチパチ、10位トマト大魔ダンさんパチパチ、9位ヨイさんパチパチパチ、8位ツヨツヨさんパチパチパチ、7位ディネさん2日間楽しかったありがとう、6位テリーピーさんパチパチパチ、5位オータさんパチパチパチ、4位広島コーパセリさんパチパチパチ、3位キムコさんパチパチパチ、2位セバキーさん幸せの時間がこちらこそありがとうございました。そして1位はてエミ様でした。ありがとうございました。お話し会絶賛受付中なので、コンサートで気になったとか、あの多分ねコメントしないけど見てるよって方とかいると思うんで、コンサートで気になったって方とか、コンサートの感想言いたいとか、ぜひお待ちしてます。インテックス大阪も2個完売だというので、あと2個しかないのでお待ちしてます。はい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 、おはようめに、おはようめに、なんかいっぱいまたゆっくり話したいですね。今日はなんかほぼ関係ない話今ほぼ関係ない話してる。50なんか私さ、壇上見ながら話したいことあった。壇上見たら思い出すかな。壇上もう一回見て、ああの私コンタクト変えたじゃないですか。変えたっていうかちゃんと両目つけるようになったじゃないですか。もう遠くの遠くまで見えて、マジ3階とか2階でも、あ、まるまるさんって枠くらいが見えたの。すごくない？そう、1階の後ろの方でも、そう、あ、まるまるさんだみたいな、サングラスつけてるのもまるまるさんだみたいな今最初にいるね。そうで、あの1階の一番後ろにあの配信用のカメラがあったんだけど、今このカメラが映ってるよみたいな、今このカメラの画角を配信で映してるみたいなやつ、赤くランプがつくのね。その小さい赤ランプまで見えたの。だから、あ、今私映ってるみたいな、めっちゃ赤坂かって、え、すごいと思って今まで今まで全然見えてない中、私ってコンサートしてたんだなと思ってそう配信映ってたっていうのを思い出したでもし、あと私のファンの方結構カメ戸籍にいたので、ぜひカメ子写真もお待ちしてます。キャッチフレーズやばい、ありがとう、あれみんなどこどこ見つけた、みんなことをしてみひんひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身しなみなみでした。あぶねー、お疲れ様でした。7年目もよろみーちゃんです、ありがとう。6年間今まで支えてくれて、7年目もよろしくね。バイバイ、おやすみちゃん。